どうもこんにちは、モータージャーナリストの岡本浩一郎です。今回紹介するのはプレイズの最新版です。 PXRV2 はですね、雨の日でも滑りにくいという性能が強化されています。さらにですね、その雨の日でも滑りにくい性能が摩耗しても長続きする、そのあたりがポイントです。早速試してみたいと思います。今日はミニバン専用のプレイズ PXRV2 をセレナに装着して家族とドライブに行ってきました。さあ、じゃあ早速みんなでドライブ出かけようか。はい、はい、ドライバーの疲れは路面の変化に対応している無意識のハンドル操作からも来ています。でもプレイズならハンドルのふらつきを抑えるから疲れにくい。これはタイヤのサイド形状が異なる非対称形状という技術を搭載しているからです。しかも今回の PXRV2 は雨にも強く、それが長持ちするというからドライブにはうってつけのタイヤですね。ミニバンにとって理想的なタイヤはどんなタイヤってよく聞かれるんですよね。僕自身もそうですけど、ファミリー層がよく使用するミニバンにとっては遠出のドライブでも疲れにくいタイヤがやっぱりいいですよね。あと大事なのは雨の日の性能です。車体が大きくて重く車高も高いミニバンは特に雨の日は路面が滑りやすいので、止まりにくくて曲がりにくいと感じる人は多いと思います。この PXRV2 は雨のドライブでもしっかり止まってしっかり曲がれる頼もしいタイヤという印象です。新品時にウェット性能が高いのはもちろんだけど、摩耗してもその性能が長持ちするというから安心感も長持ちするタイヤというわけですね。今日はプレイズの最新モデル PXRV2 を履いてちょっと遠出してみましたが、疲れにくくて雨にも強くて、しかもそれが長続きするっていうですね、もう非常に理想的な画期的な性能を持ったタイヤだと思います。プレイズ PXRV2 はこういう家族を乗せるためのミニバンのような車にとってまさしく最適なタイヤではないかと思います。プレイズなら長距離ドライブだけじゃなく毎日の子供の送り迎えでもより安心ですね。